どうも、リバランドコアダです。今日は1万 5000m プラス 1000m やりたいと思います。いや、何の拍手、何の拍手、茶化し、茶化しが。ペースが3分20で1万5000いった後に 1000m フリーっていうことで、もう誰でもわかるきついやつ。はい、まだきつい練習なので今日は来ました。久しぶりにこのなんか練習前の緊張感吐きそうな感じです。それぐらい今緊張してますということで、まあ、1万5000は大抵でも3分20なんで行かないとダメなんですけど、いや、ほんと 1000m あるだけでこの練習が締まるというか緊張感が増す。いい練習メニュー組んでくれはりますね。今日たまたま来たらあのバームいただけたので、はい、ありがとうございますっていうのと、今日ちょっと初めてカメラを帽子につけて走ってみようかなと思います。ちょっとカメラ変わったのでどれぐらいの画角になるのかっていうのを試しながら走りたいと思います。めちゃくちゃ寒いけど頑張ります。だいぶ早い。怪我しちゃったんだよね。あ、本当ですか。そう、戦後終わって。あ、そう、あそっからさ、ずっとダメで。MRI 取るぐらい。そんな、あんまり良くない。大丈夫なんですか、今日。ついてきます、頑張って。その後の5000持ってきます。おっす。よろしくお願いします。頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。本当に。いや、そう、結構ビビってるんですよ。東京外側行こう。はい、はい、ああ、400、まあ、ランショクさんがトイレ終わったら、はい、気づいよ、こんだけ残ったんですね。まあ、自分は1枚で見ます。はい、よっしゃ、頑張ろう。
くっそー、ヒロさん、いけるかなと思ったんですけど、ダメでした。本当にありがとうございました。めっちゃいい練習でした。本当にありがとうございました。きつい。よー、しゃべったー。違いますもん。ラストの動き、違いますもん。38歳だから。すごいっすね、もう。すごいとしか言いようがない。え、ヒロさん、普通に戦後3分台いけそうじゃないですか。全然動いてる。5000メートルも今シーズン15分台がちょっと出てた。絶対モートで絶対モートこの間、ツイッターでビアコマンさんが14分台出しててどうしましたね。やべ、負けたってその辺の大学生よりいい練習してますよ本当に1年の時こんな練習できなかったっすもん、多分結構ハードだよね。結構ハードです。今週ハーフなのにそんなことやってる場合じゃない。追い込みすぎないですか。綺麗だった。いやいやいや、そうあれ気づかった。狙ってなくて、いやいや、気づかった時さ、あれ騙してました。この時やったら後ろの萩谷と真似してこない。この後ろにいないのに余裕を持った感じ。誰も見て見えない。いい練習でした、本当。すげえ。さあ